はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日はスーパー銭湯の帰りにコカ・コーラを飲んでいっちゃいたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、今スーパー銭湯から帰ってきて、冬の寒空の下、このコカ・コーラをね買ってきて屋外で飲んでいっちゃおうという状況でございます。そうです、私が変なおじさんです。ということでですね、早速このコカ・コーラ飲んでいっちゃいたいと思います。スーパー銭湯の帰り、お風呂上がりは牛乳とかコーヒー牛乳とかいちごミルクとかももちろんあると思うんですけど、やっぱりコカ・コーラが一番最強だと思いますので、早速飲んでいっちゃいたいと思います。いきます。はい、プシューということでですね、いただきます。はい、めちゃくちゃ美味しいです。ということでですね、今日は朝からずっと編集してて、ちょっと一段落ついたんでスーパー銭湯に行ってきて、三脚とかピンマイクとかも持ってきてない状況で撮り始めたんで、もしかしたら音とか全然良くなくて、あとね、なんかこの高架橋のここの山みたいなところに置いて撮影してた感じなんですけど、気づけばもうあっという間に12月になってて、今年ももうあと1ヶ月ということで、もう本当ね1ヶ月ってあっという間で終わってしまうんですけど、最近で言ったらクレイジーチェインチャンネルっていう、なんか俺が話してみたいなっていう、いろんな人にインタビューさせてもらうチャンネルとかを始めたりして、まあ、いろんな人に協力してもらったりとかして、本当になんか人生が充実してるというか、もう本当青春してるっていう、まあ、こうやってね、なんかスーパー銭湯の帰りにコカ・コーラ飲んで幸せを感じられたりとかして、まあ自分で言うのもなんなんですけど、まあ、俺ってお金も持ってないですし、友達もいなければ家族もいないし、親戚付き合いもやってなくて、もう本当にこの世の中で誰ともつながってないんですよね。まあ、そんな中でもインタビューチャンネル始めたいなと思って、思い切って始めて、それでインタビューさせていただきたいなっていう人にインタビューさせてくださいって、もう思いだけでぶつかっていったら、あ、いいですよって無償で引き受けてくれたりとか、そういう人の優しさに触れられたりとかして、トライオによったら人間って社会的動物なんで、もう本当にね、人の付き合いゼロ、誰ともつながってない状態ってすごい地獄で、その地獄に耐えられなくてジョーカーになっちゃうっていう可能性もねゼロではないと思うんですけど、まあ、でも逆に言えばその地獄にいるからこそ人が手を差し伸べてくれたらすごい嬉しいですし、銭湯の帰りにねコーラ飲んですごい幸せを感じられたりとか、ちょっとしたことから幸せを感じられたりしますし、まあ、地獄にいるからこそ、例えば絵画とか音楽とかエンターテインメント、そこら辺全部ざっくりとアートというのであれば、そういうアートとか生み出す人って地獄にいる人たち、この世界と折り合いがつけられない人たちがアートを作ってるのだと俺は思ってるんですけど、まあ、なので、まあ、地獄にいればそのアートとかもすごい良さを感じられますし、自然の花鳥風月の美しさもより一層感じられるとか、まあ、そういったいいところもありますし、まあとにかくもう本当にもういろんなことに感謝する1年で、まあ、あと1ヶ月なんですけど、この先もいろんな人と、このチャンネルの撮影もそうなんですけど、クレイジーチェインチャンネルというチャンネルでインタビューの撮影ですとか打ち合わせとか、いろいろスケジュールとかもありがたいことに埋まってて、まあ、そういうことを一つ一つこなしながらどんどんね人生を豊かにしていって、周りの人たちにもその豊かさを分け与えられるように頑張っていきたいなというふうに思っております。ということでですね、もう見切り発車で、スマホのカメラを回し始めてしまったんですけど、この動画で何を言いたいのかと言いますと、とにかくねスーパー銭湯とかお風呂上がりに飲む飲み物、このコカ・コーラマジで最強なんで、ぜひですね今まで牛乳とかコーヒー牛乳派だった人も一回このコカ・コーラお風呂上がりに試してみちゃってください。ということでですね、本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。